3月に行われた東京マラソンで2時間5分29秒の日本記録を叩き出し、東京五輪を内定させた大迫傑が自身のインスタグラムを更新。世界中が新型コロナウイルスの猛威にさらされる今だからこそ気づけた幸せについて綴った。画像、幸せそうと話題のマナ娘とのツーショットはこちら。大迫は、ありがとう、生活できていることに感謝しよう。ありがとう、小さい幸せと寄り添えていることに感謝しよう。今まで当たり前のようにあった、たくさんの、そして多様な幸せはないかもしれない。でもミニマムな生活にこそ、より深く、そして確かな幸せがあることに気づけるチャンスかも、原文ママ、とコメントし、写真をアップした。写真は、2歳になったばかりの次女を抱っこしている大迫の姿。おちょぼ口でおどけた表情の大迫の横で、あどけない表情を浮かべるマナ娘との幸せそうなツーショットとなっている。この投稿をチェックしたファンからは、幸せそう、とっても可愛い、素敵なパパ、そっくりチルダチルダ、と写真に対するコメントのほか、当たり前に生きることができていることが幸せですね、本当に、そう思います。ミニマムな生活にこそ深い幸せがあるかもしれませんね、といったコメントが数多く寄せられた。新型コロナウイルスのパンデミック化により、今まで当たり前にしていたことが、できなくなり、不自由と感じる生活が続いている。大迫の言う通り、こんな時こそ、身近なものに感謝しながら生活をすることで、幸せに気づけるヒントがありそうだ。構成、ザ・ダイジェスト編集部。